はい、こんばんは。今日はスーサイドスクワットキルザジャスティスリーグの続きをやっていこうと思います。前回フラッシュ、ジャスティスリーグの一人であるね、フラッシュを倒した後からスタートです。街を追って廃墟の街を進もうぜ。これ以上悪くならねえだろ。なんか世界が変わったんだよね。なんか様子が。Xルーサーを追え。ほら、街が荒廃してる。様子が全然違うもん。何があったこれ。これ鮮明。地獄みてえな有様だな。俺ら今地獄にいるのか。ここがそうなのか。来世でもお前らと過ごすことになったら終わってる。死んでやるからな。こんな壊れてなかったの。もう一回スイングさせて。なんか今敵にいた。どういうことこれ。接続あって見れねえのか。ジャスティス、この箱が世界の破滅を乗り越えたと。11m、 これか。あ、よくわかんねえ。レベーターが開かない。あのハッベルアップしよう。ここだな、やっぱここないよ。エレベーターが開かない。ああ、上の発電機を打ったら開くか。
ああ、発電機撃てって言ってんのか。こういうことか。中でもがきながら3年かけて脱出計画を練り上げただというのに、お前たちは3分で何もかも台無しにした。え、あ、年食ってね。ねえ、レックスルーサーって知らない？レックルーサー、金持ちで胸にでかい穴が開いてる。こいつがルーサーだ。あれだ、同じ匂いだ。なんか、未来の人いる。何年か経って、何十年だこれ。冗談だろう。あいつは目の前で死んだ。それにこれがあいつなら、これか。どうやってこんなすぐ髪が伸びんだよ。別次元のルーサー。私の髪は全く、ね、え、にもよってこいつらとは。だが頷けるデッドショットとレジオメラそっくりなのも。準備が整ったら表に来い。嵐が収まる前に移動する。待て、レックスルーサーは死んだと言ったか。ああ、まあな。腹に、あ、大穴開けられて死んだよ。バカめ。さあ行くぞ。おいおい、待て待てって、どうなってんの。何がどうなってる。ほら、デッドショットも同じこと言ってる。何で生きてる。何が起きたんだ。平行世界ってことか。ああ、その通り。キングシャークだけ分かってんの。言うなればアース2か。アース2侵略を受け敗北し、すでにテラフォームされている。負けた世界か、これ。私はお前たちの次元のルーサーと連絡を取り、侵略に備え、グリーンランタンがいんのか。まだグロイドロートンは俺の獲物だ。やつのために用意したものがある。表だ、急げ。たく、あいつに任せて死んだの誰。地球人全員だ。もう地球人全滅してるのか、これ。この世界は。インファミーセット、インファマス武器やアイテムが追加された。インファミーセットは装備しているパーツ数に応じて特別なオーグメントや効果が発動する。我々が勝手に使ったからといって、ミッション報酬。インファマス単体でも強力なアーティファクトだが、お役所集合用すればさらなる力を引き出せる。へー、集めてみるといい。何こと。無論ここから脱出できたらの話だが。いや、こっちの方が強いぞ、エピック。あ、でも回復が、オーバーチャージが上なのか。装備するか。はい。非常に残念だが、逃げるためには力を合わせなければならない。おっそおっそ、トムさん。そうかな、外見に人気なのか、このゲーム。なんかそうは思わんのやけど。シャコ、ちょっと変えてみろ。ああ、でもそうか、外人の方がやってるか。これは手がかりを追うブラッドハウンドじゃないぞ。映画見てるみたいな感じだな、どっちかで言うと。別、地図が出ねえな。誰もここには来ていない。お、ちゃんと聞くか。世界が滅亡しちゃった。あ、別次元に飛ばされて、平行世界の侵略者に負けた未来の地球に来ちゃった。
渡したらなんて言うかな。え、どここれ40ここだ、これか。ゼックスなら首に爆弾を打ち込んでもいいってか。子供じゃないからね。脱出計画は単純だ。アラックとインタラクトして補給を受ける。私の移動ラボを、これを移動ラボを防衛しろって。あの映画みたいになるぜ。砂漠が舞台な。静粛に。敵を襲ってくるのかな。このビーフルはステルス用にする。対決の気ではないが、スカルシップのスキャンをかわせる。これなしではアース2から出られない。ほんまか。敵が来そうなんだよな。遅っ。信号灯が出現。予想通り、ブレーニャックの部下がラボを探している。ロックオンされれば逃げられなくなるぞ。あの信号灯は私のステルスシステムを無効化する。オッケー。兵を倒してさっさと破壊しろ。エリー待て。え、命中。見て。スキャンに対抗するために全電力をつぎ込んでいるのだ。壊すまでラボは動かせん。どこいる。あった。こう言われてもね。これ何しろっていうの。ああ。あいつらを殺せばいいのかな。地獄に送ってやる。あの塔をシャットダウンしよう。転ばぬ先の杖ってやつだ。まだいる。バッチリしてこいつ。ほうほう、塔の構造上の弱点が露出したぞ。攻撃しろ。気が散るのはわかる。だが迷惑な塔がまだ残す隙が止まらん。脱出に失敗する確率が上がってきている。攻撃できなくね。え、上か。まさかとは思うが、塔のことを忘れていないか。忘れてねえよ。むずいこのゲーム。目的がよくわからん。そのフィールド強度。タスクフォース X は短期記憶に問題でもあるのか。早く塔をやれ。ん？え、どうしたらいいんだこれ。これを殴らんと無理。あ、で、なんかできたこれ。だが迷惑な塔がまだ残っているぞ。手間取ったな。ルーサーコープに向かう準備はいいか。よろしい。龍じゃダメだったってことか。グレネードしか壊せんのかこれ。これ言ってグレネードわしはわかんねえよ。ルーサー、ブレイニャックの収容施設だ。そちらの世界へ投入されるニュータイ町の人間があそこに囚われている。なんでそいつら解放しなかったんだよ。軍隊使ってヤツを倒せよかっただろ。仕事が遅いぜ。まさかそちらのブーメランの戦略とはこの程度なのか。ああそうだ。ちょ
まで。やっぱ納得がいかねえ。レックスはどうやっててめえの死を捏造したんだ。そうなブーメラン地球人が全員死んでる。死んでるっていうかもう考えている。あっちも壊されて。俺もあの時ちゃんと見てたわけじゃねえ。どこ一人やしね。まあ多分タイムトラベルってやつじゃねえか。私はお前たちが知っているレックスではないし、ここはお前たちの次元でもない。我々は異なるタイムラインにいるんだ。正直異なるタイムライン。ブーメランだ。もっと早く気づけただろう。私のレディーブーメランならな。また待ち伏せか。いるわ。今度はすることはできるが、ヘル、あれだ、ヘリだ。援護が不可欠だ。ヘリも、これもいるか。これか。ヘロ役を稼げたのかな。いけ。ヘリクソいてや。あれ取り行こう。あっちもいるのか。死んだ男は生き返ってんだよな。別次元のルーサーは生きてたみたいなこと言ってるけど、違和感がすげえ。あれも？で、その惑星コロンとやらにもバカでかいビーチが広がってんのか？コロン、いや、テラフォーミングはまだ進行中だ。完了してはいない。簡潔に言えばコルクリスタルの構造物はつまり足場のようなものだ。あと数年もすれば世界はより正確なコルの模造品となるはずだ。私はそんなもの見たくない。中にパワーがあるな。クレーニアからまた信号灯をフェーズインさせてきた。お得意のソリューションで解決してくれ。こう言われましてもいるわ。めちゃめちゃいる。ここは安全に待機できる場所ではない。塔を壊せ。やるだけやるわ。あっちにもいる。うわ、こんな近くに来てる。うわやばないこれ。やべ、やばすぎる。あの上スナイパーやるか。さっき今俺んとこ来たよな。いや、いた来た。塔
マジ。攻撃だ。いって、死んだ。助けてけろ。スキャンが止まらん。我々タスクフォース X は短期記憶に問題でもあるのか。早く塔をやれ。待て待て。サバイバリストだ。自分のションベンを飲んで生き延びたってか。だからどうした。ションベンなんて誰でも飲んだことあんだろう。ねえわ。見ろ、レックスタワーの残骸だ。これからフェーズの準備を始める。電源よし。敵がこちらに向かってくるぞ。私が見る。あんたともう一人のレックスが選ぶ建物の形ってさ、コンプレックスの現れっぽいんだよね。そう見えるか。待て、なぜよそ者にこんな。前にも言ってたが、その言葉気に食わんな。またかよ。応援しろと言っただろう。ぼーっとしてるんじゃない。なんとかしろ。あ、ここまだいるわ。あっちもかよ。ん？いる。まだいる。
か関係ない。スキャンが止まらん。我々をフェーズアウトするためのデータを集めているぞ。新鮮な空気、紫色の砂もない。誰かが死んだ匂いはするが、だがやった、自由だ。全員いるか？ブーメランは？ここだ。心配すんな、ここにいる。うん、マジで心配したよ。応答せよ、繰り返す。タスクフォース X、 応答せよ。元の世界に戻ったね。聞いてくれ。行方知れずになっていたわよ。俺ミュートになってたわ、ずっと喋ってたのに。しなきゃ殺すってんでしょ。教えてあげる。フラッシュは倒した、もちろんね。ああ、そしたら私たち異次元に連れてかれちゃったの。なんですって？一体どうやって戻ったの？異次元。あれ、なんでそんなこと聞くの？だって、あ、黙っとけって言ってる。待ってね、ママ。その呼び方はやめなさい。オラに私のことは知らせるな。悪いがな、お前につく理由はない。まあそれによ、お前を生け捕りにして連れてけば俺らケーキが縮まるんだ。30年だぜ。私の世界でもめっちゃ嫌がってる。ハーレー君、オラはタスクフォース X と取引をした。クイーン、音が途切れ、トンネル聞こえ。私もオラの計画に参加させられ、演技クソ下手。彼女はお前たちを殺した。お、やりそうなこった。我々もな。サンクタムのコンピューターにつけろ。こちらのウォーラーも同じだと証明してやる。クイーン、応答しなさい。今すぐに。命が惜しいならね。通信機が、イカレ通信、イカレやが。デイング来なさい。通信機はシームレスにアップグレードされるはずじゃなかったの？もうふんざり。ガレージに行ってジャービルの世話でもしてきて。さあ、そうだぞ。おい、デニングス、しっかりしろよな。デニングはダメだな。4人とも、その異次元について話がしたい。今すぐホールオブジャスティスに戻りなさい。ウォーラーアウト。貸しだぞ、きっちり返すと思う。何でだ？この技術があれば
武器の殺傷力を高めることができる。自分の腕には何の不満もないが、どうやって使う？これは自己修正神経ネットワーク。どうやんだよ。ねえ、難しい話は分かんねえんだよ。俺バカだからって感じだな。地獄の戦線、レックスルーザーを助ける。武器のナノ強化。武器を倒すたびにナノ動力装置にデータが蓄積される。これによりスクワット武器の調整やアップグレードができる。ロードアウトで進行状況とアップグレード可能な武器を確認しよう。メトロポリス、お、新しい、なんかロード中ってなってる。なんやろ、なんかネットに繋がんとダメとかそういうことかな。嘘もんね。うん、トム、そりゃネットに繋がんと無理やろ。ほら、いやいや、なんかね、あのレビュー見たら、あ、時々フリーズが起こるって書いてたから、もしかしたらこれかなって一瞬思ってんだよね。ロード中。進まんねえ。なんか、今、俺はなってなかったんだけど。あれ、これ、これ大事だぞ。ちょ、トイレ行ってくるわ。ちょっと、どの中で終わってくれればいいんだけど。ロード終わらんねえ。よいしょ。これロード終わんないな。バグったぞ。ちょっと一回落とすか。これ再起動していけるもんなのかな。運営さん、これ、なんかストーリー進めてる途中にフリーズ起こりましたよ。再起動すっか。いや、これね、今、ゲーム落としたんだけど、あれだね、再起動できてないな。なんか、悪さしてるわ。あ、できた。これでちょっともう一回やってみて、どうしても、フリーズすんならちょっと、進めないな。これ以上。これ今ストーリーミッションしてるから、あそこで必ず止まるっていうバグがあるなら、進めないんだよな。なんか、最後まで行ってる人もいるからな、互換性みたいなのはあんのかな？相性とかそういうので。なんかレビューとかでもね、なんか進めなくなって、バグのフリーズで進めなくなったみたいに書いてる人がいたから、そういうのもしかしたらあるのかもしれんのかなって一瞬思ったんだけど。はい、とりあえずやってみよう。もう一回やってみる。もしも、もう一回、初めからやってくださいみたいな。さっきの、それはちょっと勘弁やな。
まあそしたらしょうがないな。最悪な。せっかくなんか面白くなってきたのにな、このゲーム。操作はむずいけど。異次元世界でね、その週末の地球が全滅した世界のルーサーがいろいろね、来てから、アマンダもやっぱり信用ならんぞって、お前ら全員殺されたぞって教えてくれたけど。それでクエスト終わって、次行こうとしたらそこでフリーズしたの。フリーズというかロード中になって、進まなくなった。あんだけ結構待ったから、時間が問題とかじゃないと思うんだよな。今もちょっと読み込めてないから、もしかしたらバグったかもな。これはちょっと。あ、いけた？いけたわ。ん？ワープしてきて。いやでもこれ行き先が出てない。これ進むのかな、この状態で。進めることできる？やっぱバグってない？これあ、いけるわ。もしかしてまだ終末世界じゃないね。ごめん、いけるわ。よかった。一人が倒れた。やべ、バットマンがいる。与えるべきだろう。抵抗者は徹底的に。あ、これがあれか。盗聴してんだ。いや、これあれじゃね、終末世界じゃね。違うか。違う。戻ってきた、戻ってきた。あ、世界がおかしい。色がなんか。契約。獲得。あと、デイリーでなんかもらえるはずないよな。デイリーもらい行くか。あとは、契約可能。体験。いや、ロードアウト。もういいか。タレント。こっちか。いいか。はい。コールオブジャスティスに戻ってこい。言われたんだが、地図がばっかれてるな。聞いた通り、ブレイニアックの計画に巻き込まれた彼は、どうかし、レックス・ルーサーを殺害しました。罪のない人々を守り、ファンに喜びと希望を与えてくれたヒーローの悲しい最後です。いやいや、ジャスティスリーグ当事者の一人、普通に敵だったけどな、フラッシュ。俺らはぶっ殺したからな、フラッシュ。フラッシュの最後の相手は、ほら、ハーレークイーン。デッドショット、キャプテンブーメラン、キングシャーク。クイーンとデッドショットは、スーパーヴィランとされてしまったが、どうやら彼らのここへ来た目的は、人助けのようです。もちろん、たまたまかもしれません。あれ、どこいる？これを4人が聞いていたら、建物にはもう突っ込まないで、そして気をつけて。もちろん、市民の皆さんも。空港だね、ここは。たった4人の成功者のためにランダーはあらゆる手を尽くしてるって。これを見ろ、俺の友を仲間の仕事に。人生という道のりを知るためには悲しむことやき。ドローン、スイングが台無しじゃん。今のちょっといい言葉じゃないか。完全にぶっ壊れた。
で、あっちか。ってことは南の方だったはずなんだよな、コールオブジャスティス。こっちと思う。地球人の反応なし。やったらしゃあない。ファイヤーじゃなくて私を見て。これじゃね？ちげえな。これはなんかショッピングモールみたいなとこだ。なんかハテナがある。なんだこれ、うん、お前たちに謎々は難しすぎたようだな。体を使うものにしてやる。進めってこと？デストロイヤーに昇進したらどうなるか知ってるか？ダメか。私の期待値には何とか届いたようだな。ハードルは地中に埋まるほど低くしたのだが。ゴールド・オブ・ジャスティスはどこかわからん。いるわ。相手でも相手したくねえ。あ、ここにやめとこう。普通にやられた。逃げましょう。
でも俺らがどこにいるかまずわかんねえか。ずっと南に行けばいいかな、まだ。北があっちだから、ずっと南。ずっと南に行けばいい？相手に後ろ空からだって撃てるぞ。新たな標的だ。相手の無視するけど、ブレイニアックがデストロイヤーを投入すると、は嘘だ、地球にか、もう大勢の仲間が押しつぶされそうだね。ここでザルン。あれか、あれっぽいな。ここだ。よし、分かった。帰ってこれた。よし、オールオブジャスティス。マップネートマジやりにき。帰ってきました。管理者のつもりか、うそろ。口が減らないな。私は世紀の天才だぞ。キズも天才を生かすもんじゃない。あれ、アマンダどこいる。いかねえのか。あ、デイリーミッション、デイリーを受け取るか。これは何？あ、これ多分射撃場みたいなとこだな。お前らにいい仕事があるんだが。それでここじゃないんだよ。行くの。よいしょ。L。これ？受信箱。メールはありますね。あれ、人いなくね？ここにペンギンとかいたけど。みんなどこ行った？これ。人気が、ない。オールオブジャスティス戻ってこいって言われた。ポイズン、なんちゃらもいねえし。みんないないんだけど。あ、いるやん。ポイズンアイビーどこいる？アイビーどこ？いや、アイビー喋ってたな。あ、あ？やべえ。ここか？やっぱりわからん。アイランドイ、ウィルンゲンス。これやっぱなんかバグったか、やっぱ。人が見えないバグ。なんかさ、その目的地が見えないとかもおかしいなと思ったんやけど。オール・オブ・ジャスティス帰ってきたけど。あ？ここじゃないの？ここに行けってこと？レックス。あ、わかんねえ。どう見ても敵いないもんな。人が。
あ、いた。フラッシュはジャスティスリーグというよりリトルリーグだな。いた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 。アーカムと外の仕事どっちがマシだ。やっと人が見た。自分らしく生きろとか。ちゃんとまだその首をくっつけときたいなら。オーラーないな。オーラーどこだよ。だから全部 1から10まで目的地を出さんかい。わしは分からんのじゃ。ほら、いないくね。アルレキーノ、精神病院の外の暮らしはどうだ。私はブルース・ウェインとしてゴッサムで生まれた。だが幼い頃にゴッサムされた時に、はあ、わけわからん。じゃあね、あっちのルーカスの方に行ってみるか。ここじゃないのかな。一回戻ってこいって言ったよな。もうレックスってとこに行けばいいのかな。いないね人。やっぱあのミッションの終わり方でロード中ってなってた時になんかバグが発生してさ、本来いるはずのアマンダがなんか消えちゃってるとかそういうのがあんのかな。で進めなくなってるとかそういうこと。暇があったら私のネイル塗ってくれない？ファックはいる。爪を噛まずに済んでるから。ファックはいる。うん。アマンダいねえやん。いつもここにいんだけどな、アマンダ。いやこれちょっとバグった可能性あるわ。目的地も出なかったし、これ壊れてるのはその仕様なのか、まあ、仕様かもしれんが、ハックによればこの仕様、ハックによればこの、ハックによればこの侵略で企業のコンピューターネットワークは壊滅的だ。壊れてる。別のサブミッションが発動した。アメテック社製武器の設計図を手に入れろ。破壊系のジョークを言ってもいいけど、私不言実行タイプなんだよね。リーダーやらせて。これやってメインミッション進まんかったらもう今日はやめかな。惜しいな。私がハックのとこに一番乗りみたい。こいつはびっくりだね。武器を飛ばせというならそうしなさい。使ったミッション。ただし自分たちまで吹っ飛ばさないように。これはサブミッションだもん。ブレイニアックのターミナルをフェーズインする。今回は複数のターミナルを持ち込むわ。けど注意して、一つでもなくすと全部失ってしまうの。でもあなたたち4人と無限に私がいれば問題ないわよね。ブレイニアックのハードウェアがアメルテックのファイアウォールを突破するのに役立つわ。敵をポイントから排除した。やあ大事。クイーンが一番の脅威だ。ダメージかかるな。アタッチ装置を発射。オフラインにされ
ルは。あいつだけだもんなって。あれで今グレネード湧いたな。これを取ってでこいつにかければいいのか。スナイパーは消えるから。ここでのスキャンは終了。さすがね、ハック。ありがとう、ハック。あそこ。ここまでだよ。敵は挨拶に来たわけじゃない。ロックできたわ。スキャンするわね。あと2人あっこにいる。新たな標的を確認。あっそこにいる。ちゃんとしてよ。秘密の場所に移動。ターミナルに接続できない。取り戻して。エイリアンを排除したわね。目標スキャン開始。あと一息、もうすぐだからお願いね。どこだ？あ、そこいる。
すげえ。もう一回スイングしないダメ。待たない。アレクイ。さあ、クリーンスクリーン攻撃だ。大型の敵が今なおハックの邪魔をしている。撃破するぞ。ナイスショット。かっこいい。サブミッションはできるが、メインミッションができなくなったな。こっち行ってもうできなかったら終わりだな。 X コープに行ってみよう。とりあえずレインヤックハッキングする。あ、出てんな。これはサブミッションなんだね。まだ来たか。利益は低く、サイモンが座長を務める場所だ。うわ。私飛ばないと。このね、あれはいいんだな。操作性はね、マジで爽快感があるんだけど、下手くそな俺でもこんだけいけるってことは、上手い人がやったらシャシャーンっていけるんよ、スパイダーマンみたいに。
どこら辺なんだっていうかね、このあいつのアジト。よいしょ、どこ、まあ、X なんちゃら、ここまで来たけど、もうちょい遠くすか。いや、こん中だろ、多分。ほら、このレポートは情報が古い。知りたいのは今の状況だ。合ってるよな。いや、これバグったっぽいな、なんか。いけない？うん、いけないな。よし、終わるか。これ進み方がもう分かんなくなっちゃったから、どうしようもなくなっちゃったな。場所は女王の証。我らが織の緑の源。こっちはもう来ちゃったもん、ね、よし、終わるか。じゃあ終わります。ちょっとね、このバグなのか仕様なのかわかんないけど、なんかメインストーリーが進めなくなっちゃったんで、ちょっと一回終わってみます。でもこれ調べてみて直らんかったらもうしょうがないかな。このゲームはもうこれでおしまいかもすみません。よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。今日はこれで終わります。うん、もう終わりかな？多分、このゲーム。もうやることはないかもしれん。